花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾一郎です。1週間ご無沙汰しております。本日もね、早速、はい、今日は金玉ということで、金尾魂、金曜日魂ということでね、連日ライブの高橋誠さん、はい、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松下としみさんですが、ちょっとそれカメラ今動画撮ってるんだけどもちょっとこっちにこう寄ってき、ましょうか ね、こんにちは、よろしくお願いいたします。ということで、山田さんに渡して、山田さんに渡しなさいと。そう山田さんが取る、ね。松下さんどうですかね、今日。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はね、ちょっと美しい女性が今日ゲストで来て、ゲストというかですね、お客様、見学に来ていらっしゃいますけどもですね、松下さんの方からもう動画はいいから、はい、紹介してくださいま、はい、私から、はいはい、ナオミちゃん、ナオミちゃん、フロムロンドンからいらっしゃいましたね。いらっしゃい、フロム UK ですかね。はい、日本語はナオミさんっていうね、実はロンドンのね、まあ、この後、まあ、番組のそのスポンサーとしてね、長くいらっしゃるね、清水菊江さんのね、娘さん、ね、ね、ナオミちゃん、イエーイ、ね、ナオミちゃん日本語はできるの？喋れないね、あんまりよくいや、もう十分喋れてるじゃんでも日本に来てどれぐらいになるの？4ヶ月、そうかそうか、4ヶ月くらい、日本のいいとこって、いいとこも悪いとこもあると思うけども、ね、いいとこある？いっぱいあるね。本当、全部行ったところが好き。好き、本当、そうかそうか。夏休みにどっか行ったんだよね。いっぱい行った、ね、本当、そうかそうか。日本、今英語を教えてたりするんでしょ？そう、小学校で今。あ、小学校、そうなんだ、先生です。あ、本当、素晴らしいよね。でもね、でもそのハーフっていうかね、まあ、日本人のお母様と、まあね、イギリス人のお父様なんだけども、そのあれなの、イギリス人、外国人として今日本に住んでるわけだよね。そうだね、そうなんだ。だから、まあ、いろいろね、電車とかも大変だし、なかなか慣れないと思う。日本語はあんま喋ってなかったみたいだから。あ、そうなの。そう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 。真子さん初めてだっけ？初めて。本当、なんか、なんかなんとなく隣に座って、なんか顔はほころんでくるでこんな感じでね、今日もやっていきましょう。松下さんね、じゃあ、ご紹介していただきましょうか。ファックスがね、結構いっぱい来てますね。はいはい、あ、ごめん、何かありましょうか。じゃあね、ちょっと珍しい方から。はいはい、いつもねライブにいらしていただけます、うん、ちょっと日本語がおかしい。はすみさん、はすみさん、初めてねいただきました、うん、かなおさん、あなたからの贈り物、うん、メッセージは、うん、夏があっという間に過ぎようとしていますね、うん、かなおさん、まことさん、としみさん、はい、残暑お見舞い申し上げます。今日のスタジオも熱気あふれて温度上昇でしょうね、はいはい、先週もかなおさん歌われましたが、うん、あなたからの贈り物をリクエストします。おお、なんか先週よかったのかな、ね、でもね、他の方いらっしゃいますか、はい、何かね、ありますよ、続けていきますね、はい、かなおさん、まことさん、としみさん、山田ディレクターこんにちは、はい、今日は全国で一番37度まで行った博多でフラフラしています、うん、37度も行ったの博多の。すごいね、まだね、すごいね、未明にまた熊本で地震があったし、東北や北海道でも最近あってますね。今の清志郎さんのメッセージのように、地震の後に戦争がやってくる状態にならないことを祈るのみです。なるほど。さて、先週は本当に楽しい放送でしたね。
としみさんの朝日楼も良かったです、うん、で実はこの原曲、うんうん、朝日のあたりへは、うん、オイラが小学生の時に初めてギターで覚えた曲でした、うんうんうん、おじが地元の KBC だったかな、うん、ラジオにレギュラーがあるくらいのセミプロだったらしく、うん、そのおじから例のフレーズを教えてもらいました、うんうん、あやっぱプロの人がいるんだ身内に、うんうん、ね、そうそう、放送後に弾いてみたらやっぱり覚えているものですね、すぐに弾けたんで自分でもびっくり、うん、俺も未だに弾けないんだよねすり込まれな、それで、あなたからの贈り物はほうほう確か以前放送で2回ほど聞きましたが、うん、正直な感想ですと、うん、まだ探りながら歌ってる印象だったんで、うんうん、今回本当に完成度が高かったのですごく感動しました。あ、そうでしたか、ね、今日も楽しい放送を期待しています。人ごとみたいに言うんだよ。リクエストは何でも OK です。はい、ありがとうございます。わがまま言えばいつか誠さんが、はい、シナトラナンバーとか弾き語りでやってほしいなって思ってます。シナトラ、シナトラ、うん、フランクシナトラですかね。そう、 PSはい、イマジン最高でしたけど、想像通り、うん、動画見たらスタジオの中は、うん、カナオさんのオラビオンシャーが響き渡りよったですね。もうあれね、あれ大新宿でも怒られましたけどもね。あれじゃあ誠さん、誠さん、さんとしみさんだけじゃなく、うん、カメラ抱えて耳を塞げなかったひろいさんも大変やったでしょう。見ました、ね、動画見た見た動画ね。賑やかなイマジン、あ、ま、あ、誰か来た。来た、ちょっと入って入って。来た、来た、来た。田崎君、中に入っちゃう。あ、役者のね、田崎君が今来ましたね。信長来たかみたいな感じで。ね、もう一方ね、リクエストご紹介しましょう。金尾義郎さん、投げ銭 FM 音中。はい、投げ銭 FM というと、チャーリー佐藤さんですね。お厚ございます。海は広いな大きいなって海に行ってたみたいですよね。俺を置いて ね、うん、皆さん楽しそう。日焼けで体中が痛い本日、皆様お元気でしょうかってね、北彦 で、見物している素敵なお姉さんを驚かしてください、ね、北彦のリクエストは来てますね。で、ということで今田崎君来たら何場所行ったと何市来たとか言うてごらん。絶対言うてごらん。ちょっとマイクで、はいはい、こんにちは、あ、こんにちは、あ、こんにちは、どうもどうも、お厚でございます、はい、あの田崎翔太郎君って言ってね、あの、役者をやってるんですけども、まあいろいろね、あの演技してますね。相棒とかね、はい、うん、はい、あの なんかお土産持ってきたやろうね。当然でしょうが。何それ、何やった、オグラン、夏のたい焼き、夏のたい焼き、それすごいね。中になんかクリームが入ってる。夏のたい焼きはどこが違うの。どう、なんか今一瞬一瞬なんかしんどしたね、なんか。まあとりあえずちょっと歌いこうか、一曲。なんか話ばっかりな、北彦からいこうかな。いい、北彦ちょっと今のあのね、北彦、それをちょっといいか、これ
はい、ということで金尾義郎北彦をお届けしました。チャーリー佐藤さんのリクエスト投げ銭で、チャーリーさん海に行きすぎて少ないのかな、今ね 1,2,3,4,500 500円ってことないか、5000円来てますけどね。ということでお届けしました。もう一方ね、いろいろねリクエストがありましたけども、まあ松下さんも動画はいいと思うけど、本当、うん、歌に専念しようよ。これさ、もう止めていいよ、動画いらない。あのね、あ、なんかね番組良くなった方がいいよね、うん、あのやんなきゃいけないとかになっちゃって、ひろいさんが来れなくなったのね今日からね、うん、それでだから撮ってたの、うん、ありがとうございました。いろいろね、まあ、仕事のこととかね、いろんな部分で大変忙しいんでね、来れなくなったので、生放送のね、オンエアというか、それを再放送みたいな形でね、写真とかそういうのでねご紹介していくっていうことと、あとはやっぱりなんていうか、また新たにね、そういう動画がね撮れるような形でね、今後していきたいと思うんですけどもですね、募集中、そうカメラマン募集中、そうなかなかねこれ大変なのよね。田田君さ、まあ、映画関係の関係あるけど、あなたどう思う、まあ、もともとラジオなんで、いやちょっとそのもともとラジオなんでね、はい、動画の必要はないんだけど、はい、ね、ラジオはラジオだから、でもやっぱり最初に出してたからさ、うんうん、そういうのを3年ぐらい撮ってたんだけども、うんうん、結局それがなくなっちゃって、それで皆さんも人間って便利になればさ、それは当たり前みたいになっちゃうじゃん。いや、やっぱ俺もどっちかっていうと、うん、YouTuber なんで、YouTuber って、ね、YouTuber、 九州で生まれたもんが YouTuber とか言うたつまらん。なんだユーチューバーって言うんだ。ユーチューバーって言葉あるの？あるだ、言葉があるらしい。ユーチューバー、あるんだ。あ、ナオちゃんも知ってるんだ。ナオちゃん知ってる。本当に？それでやっぱりこの番組ね、うん、YouTube で見るのを最初の頃本当楽しみにしてたんですよ。あ、まあ、最初はねやっぱりちゃんとそのプロフェッショナルっていうか、うん、要するにすごくね、機材も良かっただし、うんうん、まあ、技もね、うん、結構あった人たちがね、うん、撮ってもらってたんだけど、まあ、まあ、それもあるけど、うん、やっぱり生放送でこう聞けない時ってあるじゃないですか。あるよね、うんうん、確かにね。だからそれがやっぱりこう、うん、YouTube で検索すれば、うん、いつでも見られるって、うん、聞けるっていうね、うんうん、そうですよね、うん、映像とまた楽しめるもんね、まあ、それがもうそれがあったよ ね、それがもうインターネット、うん、そうそうそう、 YouTube の良さでもあると思うんで、うん、まあ、それは大事にしてほしいかな。そんなことは知っとうじゃん最初から。でそれでどうするかって話よ。それ続く、お前、それどうするか、自分が YouTuber とか飲むのかとても言ったん。そんなことはないで、それをどういうふうに改善していくかっていう話をさ、いい話するやろうかと思ったんだ。なんでミーティングみたいなラジオやおかしいよね。いやでもね、ラジオでもねそういう話がね、いや真実だから ね、まあ、ね、だからそれは楽しみしてる方のためにね、うん、どうするかっていうことが一番ね、やっぱりこの楽しい現場にね、うん、こうカメラを持って、あ、ビデオカメラを持って、うん、楽しみに来てくれる人が、あ、そうだね、毎週来てくれればいいんだ。絶賛募集、そう、見学、そうだね、うん、カメラ持参の方、うん、歓迎って、そうそう、まあ、学生さんとかそういう勉強してる方でもね、いいね、なんかそういう人のためになるかもね、うんうん、ね、すごい楽しいよ、うん、楽しみするよ、ね、本当、うん、ナオミちゃん日本語上手くなったじゃん。英語でもいいよおじさん。おじさんが出ました。もう親父さんに山田さんからさ、さっきも金山さんなんか今日すごいニコニコしてんじゃないのって言われてたもん、なんか、そうそう、そうだね、そういえば。いやでもね、まあ、毎回毎回その生放送で何があるか分からんし、まあ、田田君とか来ると知らんやってもないけどね。そう、うん、なんか魂胆あるじゃん。魂胆、うん、なんか魂胆、いや絶対なんかあるはず。やっぱ明後日のことじゃないの。いやほら今日、うん、ほら美女が来るっていう、あ、それで来たん、そう、私が来たけ、そうなんだ、うん、それかそれで来たね。これは俺が守りに行かないかんと。守らんでよか。俺が来たんで守る。2人ともやめておいた方がいい。あ、そうそう、そういえば
一番顔見たら分かった分かった、あの今月の28日かね、やるよね、あさってですね、うん、あさってか、はい、あさってライブをね3人で行きますね、はい、そうですね、赤坂の、赤坂フラットンカンティーナ、フラットンカンティーナね、はい、それは 何があるんでしょうか。大感謝祭とか言いながら、年に一度の大感謝祭ということで、ね、それは何、あなたのお誕生日、お誕生日ね、え誕生バースデーライブとかよくアマチュアがやるわけよ。アマチュアが、アマチュアが、激発言アマチュアにバースデーがあるかもね、そんなことないか、あのこのさ発言ちょっと失礼しましたちょっといやでもプロの人のバースデーパーティーは分かるけどさ、最近増えてんじゃんバースデーパーティー、そんな問題か、うん、分かんない、バースデーライブやれ言うたらほら恥ずかしいでしょうが、あ俺もそう思ってね、ね、で大感謝祭っていうのはいいね、ネーミングとしてはね、そうだよ ね、 ね、いやもう逆にほら、うん、もうまあそこそこいい年になったんで、うん、もうこの年まで生きてて、うん、もうありがとうって、あそれはでもネーミングとしてはいいね、無事にね誕生日は迎えられましたって言って、うちでさ、うち商売やってて、うん、昔ねあの洋服の生地とかいろいろ売ってたんだけど、それで大感謝祭っていうしょっちゅうやってたのよ俺それ聞いてさものすごく面白い、それセールいつまでも続く閉店セールいやしそうなるよね、それをね大感謝祭で聞くとね本当それ思い出すんだけど、でもううバースデーライブよりもネーミングとしてはいいよね、いいでしょ、うん、それは素敵だなと思って、だからお母さんに感謝する会なんでしょ、大感謝祭ね、大感謝祭、そうそう、いやまあ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 、まあ、もうあらゆる、あらゆる方に、それが28日ね、うん、それ、まあ、いろんな方へお見えになります、ね、あのお三方含め、うん、あのいろんな素晴らしいミュージシャンの方の演奏を生で、うん、はい、あの聞いていただく、うん、もうそれはもう感謝の証としてね、ほう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 、聞いていただくっていうね、あ、一人芝居、一人芝居、芝居もともとあなた芝居の人だからね、一人芝居やるらしいよね、一人芝居もともと、まあ今もそうなんですけど、そうです、一人芝居、田崎さんの一人芝居ちょっと聞いてみたいですよね、もともとじゃなくて人生、もう去年ね、あの人生初のね、その入院を体験したもんですから、入院してたよ ね、 ね、大変だったよね、もう大変な病み上がり状態でやる羽目になったんで、うん、ね、去年はそうだったね、そうそうそう、ちょうどね、今年もね、うん、そのなんか人生初、なんか人生初ってなんかないかなと思って、うん、そういえばっていうか、うん、俺正直言って、うん、もうここだけの話、うん、一人芝居って大嫌いなんですよ、うん、でもあなた芝居でしょ、でも芝居やってる時って僕はあんまり見たことないんだけど、テレビもあんまり見ないし、うん、それでそのでも歌ってる姿は見たことあるわけよ、で僕の曲とかも歌ってくれててねそう厚かましくさ、でこの間 見に行ったらさ、厚かましくなんか花さんとか言われてスタッフの方が一番前に連れていかれてさ、で僕も一番前に座ってるわけよ、彼が歌う時に目をさ合わせないの、ね、合わせない合わせられないよね、怖い、ま、真っ白、真っ正面座ったんですよそれ嫌がらせだよな、いや俺はそういうつもりなかったんだけど、もう後ろの方でさ分かんないように聞いてたらさ、一番前にカラさん何してくださいとか言って、一番前に、ね、その状態で風の中で立ってましたね、あれだもんね、立ってましたね、まあ、うん、ということでね、楽しみです、それもね、はい、28日、はい、じゃあ誠さんちょっとなんか歌いますか、はい、なんかいきますか、誠さん、あ、これギターのマイクに、こうこうかな、そうですね、そうですね、はい、そうです、そういう感じでいってみますか、ちょっと珍しい、何何ノーマンゴンの声、おー、いいね、
So dry your tears, I said. No woman, no cry. No woman, no cry. Little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. In the government youth in Trenchtown, and I'm Georgie would make the fire light. I said it was long was burning, burning through the night. And then we would cook, come meal porridge, of which I'd share with you. Everything's gonna be alright. 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 So woman, don't cry.高橋真子さんを歌いましたノーボーマンノークライ。ありがとうございます。これはあんまり 普段歌わないですか。歌ったことないあんまり、ね、これはリクエストですかね、はい、してましたね、これなんかあんまり歌ったことがない曲を歌うっていうのはすごく勇気がいるよね。ねえ、これ生放送でさ、よくこういうことを知ってるよね俺たち ねいい加減なでもまあそういうあの失敗しちゃいかんとかっていうことをね、うん、常に考えてたら、うん、何にもできないのよ。失敗したら謝ればいいじゃん、うん、謝って済むこともあるんだけどさ謝って済むことだったら最近謝るようにしてるの。ごまんね、俺が悪かった、ごまん、ごまん、ごまんじゃない、ごまん、ごまん、俺がもう全て悪かったみたいなね、感じですけども、リクエストね、また来てますね。はい、これ、ひろこ高山さんのリクエストですね。これは昨日ついたファックスでしたか？なんかね、昨日間違って昨日送ったらしいです。あ、8月25日の昨日ですね、あの、毎週金曜日にね、なりました。もともと木曜日やらせていただいてたんですけどもね、外出中のため乱出乱分、うん、お許しくださいっていう。加納さん、高橋さん、松下さん、山田さん、広井さん、こんにちは。広井さん、聞くだけだと実際にその時の様子を見るのとでは、若干の捉え方が違ったりします。映像の重要性を感じています。ありがとうございます、うん、まあ先ほどねいろいろ話しましたけども、確かにね、やっぱその時間に聞けなかったりね、する方のにとってはですね、映像っていうのも必要になるかもしれませんけどね、うん、いろいろ努力していきたいと思いますのでね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。でまたね、広井さんもね、できる時期、時期っていうか来たらね、入ってくれると思うんで、やっぱりね、はい、まあ、常にっていうことはなかなかできにくいかもしれませんけどもですね、そういうことで、リクエスト来てますね。カナオさん、松下さんには、先週のリクエスト曲とやかましいね、お前俺が読んでる時にもやらやらやらみんな何ちょっと見せて見せて見せて、はい、あ、いいよ、いや、それちょっと見たいな。田崎君なんか変なのが来てる。変なのって変なワックス来てますけども誰ちょっと後で紹介しましょう、これ。今ね、ちょっとひろこ高山さんのね、ファックス読ませていただく途中ですね。加納さん、松下さん、リクエストはですね、筑豊ブルースカ道、はい、リバーサイドマイホームタウン、高橋さんにはボンバーレー、あ、これの、もう今はね、ノーワン、ウォーマンのクライですね。
あ、これ来てましたね。他の曲でも OK ですということでですね、今日は残暑がぶり返していますね、どうか皆様ご自愛くださいということでね、はい、広子高山さんから来ております、ありがとうございます、ということで、松下さん、じゃあリバーサイド行ってみようか。僕がさいつも歌ってるから、もう僕はやかましいったよね、きっと。もう大概でやかましいって言われてね、声が。だから今度ね、サビのない曲作ろうと思って。サビがない、いや、なんでかって言うと、俺サビの時にギリギリのキーで歌うわけよ、低く入っても。だから結局やかましくなるんだよね。だからもうそんなことばっかり繰り返してね来てましたけどもですね、松下さん、なんか探し途中、はい、何を探してるんですか。歌詞探して、え、歌詞なんかいいよ。歌詞を探してるんですけど、歌詞を探してる、リバーサイドの歌詞覚えてないの。覚えてない、リバーサイドの歌詞生きた、覚えてない、覚えてない、ごめんなさい。リバーサイドの歌詞覚えてない。あ、あるよ、僕、はいはい、みんなで探してる、みんなでね、沈黙、はい、沈黙、放送事故になっちゃう、ね、リバーサイドキ ー、キーはあったあった、この前松下さんキーは何でしたっけ。キーがね、違う、違う、F、 あ、そうだっけ、ちょっとやってみようか。あ、え、こういう感じでいいかもね、はい、いいね、 ありがとうございます。いきますか。川が流れてる、辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ、福地の山に見る。かけてた思いが体に染み渡る、熱き心が好きさ、Hometown.
また生まれ変わるさ。はい、ということでとリバーサイドマイホームタウン、なかなかね素敵じゃないでしょうか。もうね、いい歌ですよこれはね。カナオシロが作るんですけど、カナオシロもやかましく英語バージョンで歌詞書いてもらったらどうだろう。そう、あのナオミちゃんにね英語バージョンを作ってもらってイングリッシュで ね、うん、ね、これね思い出深いのはロンドンにあのナオミちゃんのお母様に呼ばれてね、行った時にこの曲をシングルカットしたのよ。あのあれで、うん、なんだっけ iTunes シングルカットしたの、うん、それを初めて聞いたのがロンドンだったのよこれリバーサイド実は、うん、でこのアレンジもちょっとこうあのアメリカロックっぽくなく、うん、ちょっとブリティッシュ系のアレンジを宮田君がしてくれて、うん、エンジニアのね、うん、でロンドンの街でその菊池さんの車でどうこう街を走りながら川とかあるんだけども、それこれがずっと流れてたのよ、うん、これを聞きながらだからねロンドンのなんかねイメージがもちろん筑豊の川よあれだねやかましい音楽の川え音楽悪かったね音楽だって俺のふるさとの川やもん。でもそれぞれの川があるやな、うん、だからそれこれを最初に聞いたのがロンドンのね街だったのよね、うん、かっこいい ね言う言葉そういうことがかっこいい。いやそれがね未だにねなんかねこう人の歌うのを聞きながらもそうだけど自分で歌っててもねそのロンドンのあの時の頃のねあのまあその福島の震災のことであのメインはチャリティーの、うん、あのコンサートだったんですけどもあのその街並みがね浮かんでくるのよ、うん、なんかねあのそういうすごい分からんめえね、うん、田田君にはあ分かる。ひどい。いやなんとなくそういう思い出がなんか面白いファックス来てますけど田田さんこれ出ましたね1000円のねちょっと投げ銭でねこれチャーリーチャーリー佐藤さんがねファックスもすぐまた来ました第パート2田田君何でよかけん歌えって書いてあり来ましたチャーリー佐藤さん1000円で来てますけどありがとうございます。何か歌う、え風なんか歌う、いやいやいや何何でよかけん歌え、松下さんいろいろねリクエストもありましたけどもですね、思い出深いといえばあの僕がね最初にねオリジナルを作った曲をやろうかな、この番組でほとんどやったことないけど、あの1回ぐらいあるかもしれない。これはねあのちょっとその思い出深いんだけども、これもうほんと二十歳ぐらいの頃に作ったのね、うん、それでこれはあのこれでね生まれて初めてヤマハのポピュラーソングコンテスト出たんですよ。で九州大会でグランプリもらったのこれで。それポップコーン、そうそうポップコーンっていうねいわゆる、それでグランプリもらったんだけども、その時ね僕中洲で歌ってたから昭和でちょっと食えなくて、で中洲にすぐ歌いに行ったのよ、あの結果聞かんで、はいはいはい、あ聞かんですいません聞かないで聞かないで、でも俺舐めとったわけよね。でその中洲に歌いに行って、その時長渕剛君も出てたんだよね、で一緒に出たのよポップコーンに。で九州大会俺がグランプリ取ったくよ。そしてもう舐めとんわけん、俺は中洲に歌いに行って代理を立ててさ、なんかもしあったらね、だからもう店に電話あって、この子生仕事なんだグランプリファイとか言われてトロフィーとかそういうのがいっぱいあってさ、でもうすごい人にも迷惑かけるし、そういう思い出深い感じの曲で、それでポップあの妻を言ったのよね。うん、で長渕君はなんかちょっとこれあれだったね、あの、ね、僕はたまたまいただいた感じの、曲
曲でしたけどもですね、マコトさんのこうギターにこうマイクを、いやこれ、うん、これこっちこっち曲がるマイク、曲がるこっち本当あいいんだよね。それでちょっとそれやってみますかね。やってみます、これは、あこれください、はい、でこれ松さんコーラス入れてみてよ。知らないんだっけ。聞いたことないから、いや簡単初めて夢から覚めたらって言って簡単って言われても初めて聞いた曲もう恥ずかしい、初めて聞いた曲やりましょうよこれ。
はい、ということで、叶義を夢から覚めたらというね、あの俺ちょっと二十歳の頃にしてはちょっと老けとねこれ二十歳ってねこれ二十歳よ、二十歳の頃の方がコードはいっぱいしとった。いっぱいしてる。いや、だんだん二十歳から忘れてきたわけよ。五つか六つぐらいずっと待ってる。だんだん一つか二つになってくる。今のコード使ってる。今三つ。これ初めて作った曲？そうだよ。生まれて初めて。そう。それがグランプリじゃちょっと感じですよ、ね。いや、その前にもう幼稚園ぐらいから作ってた歌あるよ。幼稚園。小学校ぐらい。うん、小学校ぐらいにね、あの鼻歌みたいなので作ってたんだけど、うん、そう発表する機会、発表したのはこれが初めて、そのコン人の前で、その他に曲はいっぱいあったんだけど、うん、それちょっと間違えた歌詞、ね、ね、2番から入ったね、2番っていうかねこれね僕が持ってたの古い歌詞だったのよ。あ、そうなんだ。でこれ歌詞をね、当時ヤマハにいた秋吉圭介さんと共作みたいな作って作り変えてもらって、これはもともと自分が作ってた歌詞かもね。ああ、間違えた、うん、そうだから、うん、才能がないの俺あ、ということも時間になるよ。松下なんか歌いましょうよ。何言うの、また最後に来るんだよね。最後に松下くん、いいけど戸崎さんもいいな。戸崎歌う。メール来てる。メール来てる、じゃあ呼んで。うん、北彦良かったですね、はい、でも84年の新宿椿ハウスでのライブ以来、レゲエ畑にどっぷり使ったオイラは、誠さんちょいと前奏つまびいた瞬間にその場でイヤーマン、イヤーマンって叫んでました。ノーマンのクライは2番目の歌詞の中の My feet is my only favorite、ちょっと英語さ、直ちゃん習おうよ。そうそう、トゥー、僕の両足が唯一の交通手段だ、だから俺は前に突き進むしかないっていうフレーズが大好きで、うん、それが聞けてまたポジティブになりました。としみさんのリバーサイドも最高、誠さんの3度上がりのコーラスも、あの若干乱暴なボブディランのようなカナオさんのコーラスも含めてですけどただボブディランのようなってもう田崎さん、はい、田崎さん、うまいたい焼きがあるとならすぐに博多まで宅配しちゃらんですか。明後日頑張ってください。必要ならまた念を送りますか。それはミキさんですね。ミキさんです、ありがとうございました。ありがとうございます。もうあのミキさんのためにチコブルース歌おうかね。高山さんのリクエストね、先週も来てたんで、はい、チコブルースみんなで歌おうやな、はい、じゃあ田崎さんも歌えるでしょ。コーラス歌うよね。コーラス歌詞あるよ。歌詞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 いきますか。ご覧でよかった。最後ね、うん、お分からなくて、チコブルースになりましたけどね。ひろこ高山さんの、うん、いいよ、リクエストにお答えしましょう。いきますよ。朝のない、夜はない、叶わない、夢はない、いつもそう信じて絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、手を握る比較のさ、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。I'm not afraid to die.
ということで加納よしろう筑豊ブルースで今日は お開きというかまず早いね。まだ早いの。巻きだったらまこちゃんなんか渋いになる。あ、巻きでさあれ言うよ。あ、それ行こう、ビートルズ行こうよ。ビートルズ、あ、これなんかリクエストあったね、まこちゃんに。巻き巻き、いや途中まででもいいか。これマイク。All my troubles seem so far away and now it looks as though they're here to stay. Oh I believeAnd yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. And there's a shadows hanging over me. Oh, yesterday, suddenly, why she had to go, I don't know, she would.I say something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love is such an easy game to play it. Now I need a place to hide the way. Oh, I believeIn yesterday, oh I believe in yesterday. ということで早かったねこれ。早かったよ。あれ巻きでやっちゃった。いや、そうそう、どっか省いたでしょ。かっこいい。あ、省かなくてよかったかもしれない。あ、ごめんなさい。今日もね楽しいあの番組でしたけどですね、はい、ちょっとね僕喋りすぎたかもしれない、すいません、あのちょっとあのちょっとクレームが来るようなこと言っちゃったかもしれない、まあ、いいかこれ 生放送でね、今日はあの高橋真子さんありがとうございます。ありがとうございました。今日もね、連日ライブですけどもね、はいはい、頑張っていただきたいと思います。松下さしみさんありがとうございました。ありがとうございました。お客様、ね、今日はね、UK から来ていただきましたね。 From UK、 直美清水さんありがとうございました。 Thank you, thank you. 田崎くんなんかヘラ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 取られてしたなんでもそんな嬉しそうなことすると Thank you. Thank you じゃないよ。 Thank you. Thank you じゃない。田崎翔太郎くんね、いきなり来ていただきましたけどもですね、今日も楽しい放送でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time. 福地の山季節は巡り色を変える街 Ah, Riverside, my hometown 今また生まれ変わるさ日はお祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた想いが体に染み渡る熱き心が好きさ Ah, Riverside, my home
生結弦です。今1日約3000人が輸血を必要としています。病気に負けない、頑張る。君に救える命、命を救う場所、献血ルーム、献血バスへ。パワーオブ献血、日本赤十字社、ラブインアクション。今私たちにできること、必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね。 JCBA。この番組は菊興産株式会社ほか各社の提供でお送りします。地元の皆様に愛されて40年、ガソリンスタンドでおなじみの菊興産株式会社からお知らせです。併設されたカーウォッシュ寺尾に地域初大型コインランドリーがオープン。羽毛布団から車まで洗うことなら横浜市鶴見区カーウォッシュ寺尾にお任せ。朝7時より夜10時までオープン。スピーディーアッシュアントラスティー、スピーディー最新の IT 技術と心のこもったおもてなしの精神でお客様のニーズにお応えいたします。株式会社アクイル。人が集う心温まるおもてなし、南武線久慈駅カフェカンタービレ、水木金土19時オープン。充実した医療と介護、笑顔あふれる高齢者向け住宅、フォセット株式会社。大切な時間を私たちの住宅でお過ごしください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-881-577、 0120-881-577。 花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾一郎です。一週間ご無沙汰しております。本日もね、早速、はい、今日は金玉ということで、金尾魂、金曜日魂ということでね、はいはい、連日ライブの高橋誠さん、はい、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、松下利美さんですが、ちょっとそれカメラ今動画撮ってるんだけどもちょっとこっちにこう寄ってき、ましょうか ね、 ね、こんにちは、よろしくお願いいたします。ええということで、山田さんに渡して、山田さんに渡しなさいと。そう山田さんが取る、ね。松下さんどうですかね。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はね、ちょっと美しい、女性が今日ゲストで来て、ゲストというかですね、お客様、見学に来ていらっしゃいますけどもですね、松下さんの方からもう動画はいいから、はい、紹介してください、はいはい、私から、はいはい、ナオミちゃん、ナオミちゃんフロムロンドンからいらっしゃいましたね。いらっしゃい。フロム UK ですかね、はい、日本語はナオミさんっていうね、実はロンドンのね、まあ、この後、まあ、番組 の、 そのスポンサーとしてね、長くいらっしゃるね、清水菊江さんのね、娘さん、ね、ね、直美ちゃん、イエーイ、ね、直美ちゃん日本語はできるの？喋れないね、あんまりよくいや、もう十分喋れてるじゃん。でも日本に来てどれぐらいになるの？4ヶ月かな。4ヶ月、4ヶ月、
4ヶ月、そうかそうか、4ヶ月くらい、うん、日本のいいとこっていいとこも悪いとこもあると思うけども、うん、なあるいいとこある？いっぱいあるね。本当、うん、全部行ったところが好き。好き、うん、本当、うん、そうかそうか。夏休みにどっか行ったんだよね。いっぱい行った、ね、本当、うん、そうかそうか。日本今あの英語を教えてたりするんでしょ？そう、うんうん、小学校で今。あ、小学校、うん、そうなんだ。先生です。あ、本当、素晴らしいよね。でもね、うん、あのでもそのハーフっていうかね、うん、まあ、日本人のお母様と、うん、まあね、イギリス人のお父様なんだけども、うん、そのあれなの、イギリス人、外国人として今日本に住んでるわけだよね。そうだね。そうなんだ。へだから、まあ、いろいろね、電車とかも大変だし、なんか なかなか慣れないと思う。日本語はあんま喋ってなかったみたいだから。あ、そうなの。そう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 。真子さん初めてだっけ？初めて。本当、なんか、うん、なんかなんとなく隣に座ってなんか顔は ほころんでくる。でこんな感じでね、今日もやっていきましょう。松下さんね、じゃあ、ご紹介していただきましょうか。あのファックスがね、結構いっぱい来てますね。はいはい、あ、ごめん。何かありましょうか。ね、うん、ちょっと珍しい方から。はいはい、いつもねライブにいらしていただけます。うん、ちょっと日本語がおかしい。はすみさん。はすみさん、初めてねいただきました。うん、ね、かなおさん、あなたからの贈り物、うん、メッセージは、うん、夏があっという間に過ぎようとしていますね。うん、かなおさん、まことさん、としみさん、はい、残暑お見舞い申し上げます。今日のスタジオも熱気あふれて温度上昇でしょうね。はいはい、先週もかなおさん歌われましたが、うん、あなたからの贈り物をリクエストします。おお、なんか先週よかったのかな、ね、でもね、あ、他の方いらっしゃいますか、はい、何かね、ありますよ。続けていきますね。はい、かなおさん、まことさん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。はい、今日は全国で一番37度まで行った博多でフラフラしています。うん、37度も行ったの博多の。すごいね、まだね、すごいね。未明にまた熊本で地震があったし、東北や北海道でも最近あってますね。今の清志郎さんのメッセージのように、地震の後に戦争がやってくる状態にならないことを祈るのみです。なるほど。さて、先週は本当に楽しい放送でしたね。うん、としみさんの朝披露も良かったです。ほう。で、実はこの原曲、うん、朝日のあたりへは、うん、おいらが小学生の時に初めてギターで覚えた曲でした。うんうんうん、おじが地元の KBC だったかな、うん、ラジオにレギュラーがあるくらいのセミプロだったらしく、うん、そのおじから例のフレーズを教えてもらいました。うんうんうん、あ、やっぱプロの人がいるんだ、身内に。はんはんね、そうそう、放送後に弾いてみたらやっぱり覚えているものですね。すぐに弾けたんで自分でもびっくり。俺も未だに弾けないんだよね、すりこむ。弾けない。それで、あなたからの贈り物は、確か以前放送で2回ほど聞きましたが、うん、正直な感想ですと、うん、まだ探りながら歌ってる印象だったんで、うん、今回本当に完成度が高かったのですごく感動しました。あ、そうでしたか。ね、今日も楽しい放送を期待しています。一言みたいに言うんだよ。リクエストは何でも OK です。はい、ありがとうございます。わがまま言えば、いつか誠さんが、はい、シナトラナンバーとか弾き語りでやってほしいなって思ってます。シナトラ、シナトラ、うん、フランク・シナトラですかね。そう、 PS、うん、イマジン最高でしたけど、うん、想像通り、うん、動画見たらスタジオの中は、うん、カナオさんのオラビオンシャーが響き渡りよったですね。もうあれね、あれ大新宿でも怒られましたけどもね。あれじゃあ誠さん、誠さん、誠としみさんだけじゃなく、うん、カメラ抱えて耳を塞げなかったヒロイさんも大変やったでしょう。なるほどね。見ました、ね、動画見た見た動画ね。賑やかなイマジン。あ、ま、あ、誰か来た。ちょっと入って入って。田崎中に入んじゃ。あ、役者のね、田崎君が今来ましたね。信長来たかみたいな感じで。ね、もう一方ね、リクエストご紹介しましょう。金尾義郎さん、投げ銭 FM 音中、はい、投げ銭 FM というとチャーリー佐藤さんですね。お熱ございます。海は広いな大きいなって、海に行ってたみたいですよね。俺を置いて ね、うん、皆さん楽しそう。日焼けで体中が痛い本日、皆様お元気でしょうかってね。北彦、
で、見物している素敵なお姉さんを驚かしてくださいって、ね、北彦郎のリクエストは来てますね。で、ということで今田崎君来たら何場所だと何し来たとか言うてごらん。そうです、ほらちょっとマイクで、はいはい、こんにちは、ね、あこんにちは、あこんにちは、どうもどうも、お待ちでございます、はい、あの田崎翔太郎君って言ってね、あの、役者をやってるんですけども、まあいろいろね、あの演技してますね相棒とかね、はい、うん、あの、はい、なんかお土産持ってきたやろうね当然でしょうが、何それ何やった、オグラン、夏のたい焼き、あ、夏のたい焼き、それすごいね、中になんかクリームが入ってる、夏のたい焼きはどこが違うの、どうなんか今一瞬一瞬なんか浸透したね、なんか、まあとりあえずちょっと歌いこうか、一曲なんか話ばっかりな、北彦からいこうかな、いい、北彦ちょっと今のあのね、北彦いえ、それをちょっと、あ、いいか、これ
はい、ということで金尾義郎北彦をお届けしました、チャーリー佐藤さんのリクエスト投げ銭で、チャーリーさん海に行きすぎて少ないのかな、今ね 1,2,3,4,500円ってことないか、5000円来てますけどね、ということでお届けしました、もう一方ね、いろいろねリクエストがありましたけども、まあ松下さんも動画はいいと思うけど、本当、うん、あの歌に専念しようよこれさ、もう止めっていいよ、動画いらない、あのね、あ、なんかね番組良くなった方がいいよね、うん、あのやんなきゃいけないとかになっちゃって、ひろいさんが来れなくなったのね今日からね、うん、それでそうだから撮ってたの、うん、ありがとうございました、うん、いろいろね、まあ、仕事のこととかね、いろんな部分で大変忙しいんでね来れなくなったので、生放送のね、オンエアというか、それを再放送みたいな形でね、写真とかそういうのでねご紹介していくっていうことと、あとはやっぱりなんていうか、また新たにね、そういう動画がね撮れるような形でね、今後していきたいと思うんですけどもですね、募集中、そうカメラマン募集中、そうなかなかねこれ大変なのよね、田田君さ、まあ、映画関係の関係あるけど、あなたどう思う、まあ、もともとラジオなんで、いやちょっとそのもともとラジオなんでね、はい、動画の必要はないんだけど、はい、ね、ラジオはラジオだから、でもやっぱり最初に出してたからさ、うんうん、そういうのを3年ぐらい撮ってたんだけども、うんうん、結局それがなくなっちゃって、それで皆さんも人間って便利になればさ、それは当たり前みたいになっちゃうじゃん、いややっぱ俺もどっちかっていうと、うん、YouTuber なんで、YouTuber って、ね、YouTuber、 九州で生まれたもんが YouTuber って言うたつもんまなんだユーチューバーって言うんだ、そういう言葉あるの、あるだ、言葉があるらしい、ユーチューバー、あるんだ、あ、ナオちゃんも知ってるんだ、ナオちゃん知ってる、本当に、それでやっぱりこの番組ね、うん、YouTube で見るのを最初の頃本当楽しみにしてたんですよ、うん、ああ、まあ最初はねやっぱりちゃんとそのプロフェッショナルっていうか、うん、要するにすごくね機材も良かったし、うん、まあ、技もね、うん、結構あった人たちがね、うん、撮ってもらってたんだけど、まあ、まあ、それもあるけど、うん、やっぱり生放送でこう聞けない時ってあるじゃないですか、あるよね、うん、確かにね、だからそれがやっぱりこう YouTube で検索すれば、うん、いつでも見られるって、うん、聞けるっていうね、うんうん、そうですよね、うん、映像ってまた楽しめるもんね、まあ、それがもうそれがあったよ ね、それがもうインターネット、うん、そうそうそう、 YouTube の良さでもあると思うんで、うん、それは大事にしてほしいかな、そんなことは知っとうじゃん最初からそれでどうするかって話よ、それ続く、お前それどうするか自分が YouTuber とか飲めなかったらどうでもいいんだお前そんなことはないで、それをどういうふうに改善していくかっていう話をさ、いい話するやろうかと思ったんだ、なんでミーティングみたいなラジオでおかしいよね、いやでもねラジオでもねそういう話がね、いや真実だからね、まあ、ね、だからそれは楽しみにしてる方のためにね、うん、どうするかっていうことが一番ね、だからやっぱりこの楽しい現場にね、うん、こうカメラを持ってビデオカメラを持って、うん、楽しみに来てくれる人が、あ、そうだね、毎週来てくれればいいんだ、絶賛絶賛募集、そう、あ、見学、そうだね、うん、カメラ持参の方、うん、歓迎って、そうそう、まあ、学生さんとかそういう勉強してる方でもね、いいね、なんかそういう人がためになるかもね、うんうん、ね、すごい楽しいよ、うん、楽しみするよ、本当、本当、ナオミちゃん日本語上手くなったじゃん英語でもいいよおじさんおじさんおじさんが出ました、もう親父さんに山田さんからさ、さっきもこのおさんなんか今日すごいニコニコしてんじゃないのって言われてたもん、なんかそうそう、そうだね、そういえばな、ね、いやでもね、まあ、毎回毎回その生放送で何があるかわからん、分からんし、まあ、田田君とか来るって知らんやってもないけどね、そう、うん、なんか魂胆あるじゃん、魂胆、うん、なん魂胆、いや絶対なんかあるはず、やっぱ明後日のことじゃないの、いやほら今日、うん、ほら美女が来るっていう、あ、それで来た、そう、私が書いて、そうなんです、それかそれで来たね、これは俺が守りに行かないかんと守らんでよか俺がさんで守る、2人ともやめておいた方がいい、あ、そうそう、そういえば
一番顔見たら分かった分かった、あの今月の28日かね、やるよね、あさってですね、うん、あさってか、うん、あさってライブをね3人で行きますね、はい、そうですね、赤坂の、赤坂フラットンカンティーナ、フラットンカンティーナね、はい、それは 何があるんでしょうか、大感謝祭とか言いながら、年に一度の大感謝祭ということで、ね、それは何、あなたのお誕生日、誕生日ね、誕生バースデーライブとかよくアマチュアがやるわけよ、アマチュアが、アマチュアが、まあ、アマチュアにバースデーがあるかもね、そんなことないか、あのさ発言ちょっと失礼しましたちょっといやでもプロの人のバースデーパーティーは分かるけどさ、最近増えてんじゃんバースデーパーティー、そんなことないか、うん、分かんない、バースデーライブやれ言うたらほら恥ずかしいでしょうが、あ俺もそう思ってね、ね、で大感謝祭っていうのはいいね、ネーミングとしてはね、そうだよね、いやもう逆にほら、うん、もうまあそこそこいい年になったんで、うん、もうこの年まで生きてて、うん、もうありがとうって、あそれはでもネーミングとしてはいいね、無事にね誕生日は迎えられましたって言って、うん、うちでさ、うち商売やってて、うん、昔ねあの洋服の生地とかいろいろ売ってたんだけど、それで大感謝祭っていうしょっちゅうやってたのよ俺それ聞いてさものすごく面白いそれいつまでも続く閉店セールいやしそうなんよね、それをね大感謝祭で聞くとね本当それ思い出すんだけど、でもううバースデーライブよりもネーミングとしてはいいよね、いいでしょ、うん、それは素敵だなと思って、だからお母さんに感謝する会なんでしょ、大感謝祭ね、大感謝祭、そうそう、いやまあ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 、まあ、もうあらゆるあらゆる方に、それが28日ね、うん、それまあいろんな方へお見えになります、ね、あのお三方含め、うん、あのいろんな素晴らしいミュージシャンの方の演奏を生で、うん、はい、あの聞いていただく、うん、もうそれはもう感謝の証としてね、ほう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 、聞いていただくっていうね、あ、一人芝居、一人芝居、芝居、もともとあなた芝居の人だからね、一人芝居やるらしいじゃんね、一人芝居、もともとまあ今もそうなんですよ、そうです、一人芝居、田崎さんの一人芝居ちょっと聞いてみたいですよね、そう、もう人生、もう去年ね、あの人生初のね、その入院を体験したもんですから、入院してたよね、大変だったよね、もう大変な病み上がり状態でやる羽目になったんで、ね、去年はそうだったね、そうそうそう、ちょうどね、今年もね、うん、そのなんか人生初、なんか人生初ってなんかないかなと思って、うん、そういえばっていうか、うん、俺正直言って、うん、もうここだけの話、うん、一人芝居って大嫌いなんですよ、うん、でもあなた芝居でしょ、でも芝居やってる時って僕あんまり見たことないんだけど、テレビもあんまり見ないし、うん、それでそのでも歌ってる姿は見たことあるわけよ、で僕の曲とかも歌ってくれててねそう厚かましくさ、でこの間 見に行ったらさ、厚かましくですね、なんか原さんとか言われてスタッフの方が一番前に連れてかれてさ、で僕も一番前に座ってるわけよ、彼が歌う時に目をさ合わせないね、合わせないね、合わせられないよね、怖い、まあ、真っ正面座ってるんですよそれ嫌がらせだよな、いや俺はそういうつもりなかったんだけど、もう後ろの方でさ分かんないように聞いてたらさ、一番前にカラさん何してくださいとか言って、一番前に、ね、その状態で風の中で立ってましたね、あなたもね、立ってましたね、まあ、うん、ということでね、楽しみです、それもね、はい、28日、はい、じゃあ誠さんちょっとなんか歌いますか、はい、なんかいきますか、誠さん、あ、これギターのマイクに、こうこうかな、そうです、そうですね、はい、そうです、そういう感じでいってみますか、ちょっと珍しい、何何ノーマンマンのこれ、おー、いいね、Trench Town. All my love and sympathy.
past. So dry your tears, I said. No woman, no cry. No woman, no cry. Little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. In the government yard in Frenchtown, and I'm joking with make the fire light. I said it was long was burning, burning through the night. And then we were cook, come meal for it, of which I'll share with you. Everything's gonna be alright. 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 So woman, don't cry.高橋真子さん歌いましたノーボーマンのクライ。ありがとうございます。これはあんまり 歌普段歌わないですか、うん、歌ったことないあんまり、ね、これはリクエストですかね、はい、してましたね、これなんかあんまり歌ったことがない曲を歌うっていうのはすごく勇気がいるよね。ねえ、これ生放送でさ、よくこういうことを知ってるよね俺たち ねいい加減な。でもまあそういうあの失敗しちゃいかんとかっていうことをね、うん、常に考えてたら、うん、何にもできないのよ。失敗したら謝ればいいじゃん、うん、謝って済まんこともあるんだけどさ謝って済むことだったら最近謝るようにしてるの。ごまんね、俺が悪かった、ごまん、ごまん、ごまんじゃない、ごまん、ごまん、俺がもう全て悪かったみたいなね、感じですけども、リクエストねまた来てますね、はい、これひろこ高山さんのリクエストですね。これは昨日ついたファックスでしたか。昨日間違って昨日送ったらしいです。8月25日の昨日ですね、うん、あの毎週金曜日に、ね、なりました。もともと木曜日やらせていただいてたんですけどもね、はい、外出中のため乱出乱分、うん、お許しくださいっていう。加納さん、高橋さん、松下さん、山田さん、広井さん、こんにちは。広井さんかっこ、聞くだけだと実際にその時の様子を見るのとでは、若干の捉え方が違ったりします。映像の重要性を感じています。ありがとうございます、うん、まあ先ほどねいろいろ話しましたけども、確かにねあのやっぱその時間に聞けなかったりねあのする方のにとってはですね映像っていうのも必要になるかもしれませんけどね、うん、あのいろいろ努力していきたいと思いますのでね、今後ともよろしくお願いしたい。でまたねあの広井さんもねできる時期、あの時期っていうか来たらね、うん、あの入ってくれると思うんで、あのやっぱりねあの、はい、まあ、常にっていうことはなかなかできにくいかもしれませんけどもですね、そういうことで、リクエスト来てますね。カナオさん、松下さんには、先週のリクエスト曲とやかましいね、お前俺が読んでる時にもやらやらやらみんな何ちょっと見せ、はい、あいいよ最近、いやそれちょっと見たいな。田崎君なんか変なのが来てる、変なのって変なワックス来てますけども誰ちょっと後で紹介しましょう、これ、はい、今ねちょっとひろこ高山さんのねあのファックス読ませていただく途中ですね、加納さん、松下さん、リクエストはですね筑豊、うん、ブルースか道、はい、
リバーサイドマイホームタウン、高橋さんにはボンバーレー、あ、これのもう今、ね、ノーワンウォーマンのクライですね、はい、あ、これ来てましたね、はい、他の曲でも OK ですということでですね、今日は残暑がぶり返していますね、どうか皆様ご自愛くださいということでね、はい、広子高山さんから来ております、ありがとうございます、ということで、松下さん、じゃあリバーサイド行ってみようか、僕がさいつも歌ってるから、もう僕はやかましいったよね、きっと、もう大概でやかましいって言われてね声が、いやいやいや、だから今度ねサビのない曲作ろうと思って、サビがない、いや、なんでかって言うと俺サビの時にギリギリのキーで歌うわけよ、低く入っても、だから結局やかましくなるんだよね、だからもうそんなことばっかり繰り返してね来てましたけどもですね、松下さん、なんか探し途中、ね、はい、何を探してるんですか、歌詞探して、え、歌詞なんかいいよ、歌詞を、リバーサイドの歌詞覚えてないの、覚えてない、リバーサイドの歌詞覚えてない、覚えてない、ごめんなさい、リバーサイドの歌詞覚えてない、あ、あるよ僕、はいはい、みんなで探してる、みんなでね、沈黙、はい、沈黙、あ、放送事故になっちゃう、ね、リバーサイドキ ー、キーはあったあった、この前松下さんキーは何でしたっけ、キーがね違う、違う、F、 あ、そうだっけ、ちょっとやってみようか、あ、え、こういう感じでいいかもね、はい、キーね、 ありがとうございます、いきますか、川が流れてる、辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ。福地の山に見る。かけてた思いが体に染み渡る、熱き心が好きさ、Riverside, my hometown.
say my hometown 季節は巡り色を変える街 Riverside my hometown 今また生まれ変わるさ Riverside my hometown はい、ということでリバーサイドマイホームタウン、なかなかね素敵じゃないでしょうか、うん、ね、いい歌ですよこれはね、金尾城が作りますけど、これ英語バージョンって歌詞書いてもらったらどうだろう、そう、あの直美ちゃんにね英語バージョンを作ってもらってイングリッシュで ね、うん、ね、これね思い出深いのはロンドンに、あの直美ちゃんのお母様に呼ばれてね、行った時にこの曲をシングルカットしたのよ、あの、うん、あれでなんだっけ iTunes シングルカットしたの、うん、それを初めて聞いたのがロンドンだったのよ、これリバーサイド実は、うん、でこのアレンジもちょっとこうあのアメリカロックっぽくなく、うん、ちょっとブリティッシュ系のアレンジを宮田君がしてくれて、エンジニアのね、うん、でロンドンの街でその菊池さんの車でどうこう街を走りながら川とかあるんだけども、それこれがずっと流れてたのよ、これを聞きながら、だからねロンドンのなんかねイメージがもちろん筑豊の川よあれだねやがましい音楽の川え音楽が悪かったね、音楽だって俺のふるさとの川やもん、でもそれぞれの川があるやな、うん、だからそれこれを最初に聞いたのがロンドンのね街だったのよね、かっこいい ね言うことが、そういうことがいや、ね、それがね未だにねなんかねこう人の歌うのを聞きながらもそうだけど自分で歌っててもね、そのロンドンのあの時の頃のね、あのまあその福島の震災のことで、あのメインはチャリティーの、あのコンサートだったんですけども、あのその街並みがね浮かんでくるのよ、なんかねあのそういうで分からんめえね、うん、田崎君には。あ、分かる。ひどい。いや、なんとなくそういう思い出が、なんか面白いファックス来てますけど、田崎さん。これ出ましたね。1000円のね、ちょっと投げ銭でね、これチャーリー、チャーリー佐藤さんがね、ファックスもすぐまた来ました。第パート2。田崎何でよかけん歌えって書いてありました、来ました佐藤さん1000円で来てますけど、ありがとうございます。なんか歌う、え風なんか歌う、いやいやいや、なんで何でよかけん歌え、松下さんいろいろねリクエストもありましたけどもですね、思い出深いといえば、あの僕がね最初にねオリジナルを作った曲をやろうかな、この番組でほとんどやったことない、あの1回ぐらいあるかもしれない、これはね、これちょっとその思い出深いんだけども、これもう本当20歳ぐらいの頃に作ったのね、うん、それでこれはあのこれでね生まれて初めてヤマハのポピュラーソングコンテスト出たんですよ、で九州大会でグランプリもらったのこれで、それポップコーン、そうそうポップコーンっていうね、いわゆるそれでグランプリもらったんだけども、その時ね僕中洲で歌ってたから昭和でちょっと食えなくて、で中洲にすぐ歌いに行ったのよ、あの結果聞かんで、はいはいはい、あ聞かんですいません聞かないで聞かないで、でも俺舐めとったわけよね、でその中洲に歌いに行って、その時長渕剛君も出てたんだよね、で一緒に出たのよポップコーンに、で九州大会俺がグランプリ取ったわけよ、そしてもう舐めとむわけん、俺は中洲に歌いに行って代理を立ててさ、なんかもしあったらね、だからもう店に電話があって、うん、金子生仕事なんだグランプリファイとか言われてでトロフィーとかそういうのがいっぱいあってさ、
でもうすごい人にも迷惑かけるし、そういう思い出深い感じの曲で、うそれでポップあの妻を言ったのよね。うん、で長渕君はなんかちょっとこれあれだったね、あの、ね、僕はたまたまいただいた感じの曲でしたけどもですね、真琴さんのこうギターにこうマイクを、いやこれ、いやこれこっちこっちこっち曲がるマイク、曲がるこっち、本当あいいだね、それでちょっとそれやってみますかね、やってみます、これは、あこれください、はい、でこれ松さんコーラス入れてみてよ、知らないんだっけ、聞いたことないから、いや簡単初めて、夢から覚めたらって言って簡単って言われても初めて聞いた曲も、いや初めて聞いた曲やりましょうよこれ、もう一度熱
ということで、金吉を夢から覚めたらというね、あの俺ちょっと二十歳の頃にしてはちょっと老けとねこれ二十歳ってね、この二十歳よ、二十歳の頃の方がコードはいっぱいしとった。いっぱいしてる。いや、だんだん二十歳から忘れてきたわけよ。五つか六つぐらいずっと待ってる。だんだん一つか二つになってる。今のコード使ってる。今三つ。これ初めて作った曲？そうだよ。生まれて初めて。そう。それがグランプリじゃちょっと感じない。いや、その前にもう幼稚園ぐらいから作ってた歌あるよ。幼稚園。小学校ぐらい。うん、小学校ぐらいにね、あの鼻歌みたいなので作ってたんだけど、うん、そう発表する機会、発表したのはこれが初めて、その人の前で、その他に曲はいっぱいあったんだけど、うん、それちょっと間違えた歌詞、ね、ね、2番から入ったんで、2番っていうかねこれね、僕が持ってたのは古い歌詞だったのよ。あ、そうなんだ。でこれ歌詞をね、当時ヤマハにいた秋吉圭介さんと共作みたいな作って作り変えてもらって、これはもともと自分が作ってた歌詞かもね。ああ、間違えた、うん、だから、うん、才能がないの俺、ね、あ、ということも時間になるよ。松下さんなんか歌いましょうよ。何でまた最後に来るんだよね。最後に松下くん、いいけど戸崎さんもいい。戸崎さん、戸崎歌う。メール来てる。メール来てる、じゃあ呼んで。うん、北彦良かったですね、はい、でも84年の新宿椿ハウスでのライブ以来、レゲエ畑にどっぷり使ったおいらは、誠さんちょいと前奏つまびいた瞬間にその場でイヤーマン、イヤーマンって叫んでました。ノーマンのクライは2番目の歌詞の中の My feet is my only favorite challenge。英語さ、直美ちゃん習おうよ。みんなで。僕の両足が唯一の交通手段だ。だから俺は前に突き進むしかないっていうフレーズが大好きで、うん、それが聞けてまたポジティブになりました。としみさんのリバーサイドも最高。誠さんのサンダー上がりのコーラスも、あの若干乱暴なボブディランのようなカナオさんのコーラスも含めてですけど。ただ、ボブディランのようなってもう。田崎さん、はい、田崎さん、うん、うまいたい焼きがあるとならすぐに博多まで宅配しちゃらんですか。あさって頑張ってください。必要ならまたネームを送りますか。ミキさんですね。ミキさんです。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、もうあのミキさんのためにチコブルース歌おうかね。高山さんのリクエストね、先週も来てたんで、はいはい、チコブルースみんなで 歌おうやな、はい、じゃあ田崎さんも歌えるでしょ。コーラス歌うよね。コーラス歌詞あるよ。歌詞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 いきますか。オランでよかった。最後ね、お分からぬけど、時空ブルースになりましたけどね。はい。ひろこ高山さんの、うん、いいよ、リクエストにお答えしましょう。いきますよ。はい。朝のない、夜はない、叶わない、夢はない、いつもそう信じて。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、手を握る比較のさ、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。南へと腕を出せ。
ということで加納よしろう筑豊ブルースで今日はお開きというかまだ早いね。まだ早い。巻だったらまこちゃんなんか渋いになる。あ、巻でさあれ言うよ。あ、それ行こう。ビートルズ行こうよ。ビートルズ。これなんかリクエストあったね、まこちゃんに。巻き巻き、いや途中まででもいいか。これ巻き。All my troubles seem so far away, and now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man that used to be, and there's the shadows hanging over me. Oh, yesterday, suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I say something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love is such an easy game to play with. Now I need a place to hide the way. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday. ということで早かったねこれ。早かったよ。あれ巻きでやっちゃった。いや、そうそう、どっか省いたでしょ。かっこいい。あ、省かなくてよかったかもしれない。あ、ごめんなさい。今日もね楽しいあの番組でしたけどもですね、はい、ちょっとね僕喋りすぎたかもしれない。すいません、あのちょっとあのちょっとクレームが来るようなこと言っちゃったかもしれない。まあ一回これ 生放送でね、今日はあの高橋真子さんありがとうございます。ありがとうございました。今日もね、連日ライブですけどもね、はいはい、頑張っていただきたいと思います。松下さん、清水さんありがとうございました。ありがとうございました。お客様、ね、今日はね、UK から来ていただきましたね。 From UK、 生海清水さんありがとうございました。 Thank you, thank you. 田崎くんなんかヘラ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 取られてしたなんでもそんな嬉しそうなことすると Thank you? Thank you じゃないよ。 Thank you じゃない。田崎翔太郎くんね、いきなり来ていただきましたけどもですね、今日も楽しい放送でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time. 福地の山に見る季節は巡り色を変える街 A river side my hometown 今また生まれ変わるさ日は祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた思いが体に